で、今回はこちらですね。これがメルセデス・ベンツの、トラックになりますね。で、こちらは、まあ、ちょっと名前がね、誰々君とこう書いてありますけども、まあ、その子が幼少期の時に、まあ、おそらく使っていたものでしょうね。で、このベンツのね、このトラックは、まあ、あえて説明はしませんけども、まあ、この細長いね、荷物というか、まあ、なんていうのかな、まあ、これはグリッドスイーパーではないかと思いますね。要するに、まあ、汚染された水だとか、まあ、落ち葉とか、まあ、そういったものをこう吸い取って、まあ、焼却炉みたいなところに持ってって捨てるという、そういった車ではないかなと思いますけども、まあ、なかなかこう一風変わった、車で、いいですね。まあ、このオレンジの色合いも非常にまあ気に入っているところではあるし、まあ、なかなかのこう面白さというか、この車の良さというか、良さというか、なんていうのかな、特徴っていうのがこう出てきていて、それがまた、この車の、まあ、素晴らしさだというふうに言えるのではないかというふうに思います。どうもありがとうございました。